フジテレビ夏の恒例イベントお台場合衆国の目覚ましライブ。昨日登場したのは目覚ましライブ初登場のモーニング娘。モームスとして記念すべき50枚目のシングルとなる1、2、3など6曲を熱唱。その中でグループの代表曲ラブマシーンを現在のメンバーになってから初めて披露しました。目覚ましライブにはニコタッチズザボールズが登場します。さあ実はですね、私山中もですね、合衆国ネクストステージで連日行われておりますアナウンサーアカウンタオエソングリレーでまさかのモーニング娘さんのラブマシーンを歌わせていただいたんですね。ごめんなさい、一緒の曲になったっていうことそうなんですよね。すごい選曲ミスですよね、完全に選曲とかもそういう問題じゃないんですけど、あでもちゃんと盛り上がってる盛り上がってる、はい、ミキさんが大ファンだったので、うん、一緒に歌ってもらったんですけれども、うん、ちょっと振り付きで、はい、ね、すいませんでした今日は斉藤舞子アナと中村光弘アナが登場します。本家の後に見るとね、はい、大変ですね以上芸能でした、はい。